こんにちは。絵とか、文章を書いている山本圭司と申します。今日はですね、最近お友達、お知り合いになった、方々の作品をご紹介したいと思います。で、一応そうですね、これ画面のキャプションでも撮っていただければ、それぞれの方を検索することができるので、この順番にご紹介していきたいと思います。はい。まずリヒ・マハロさんっていう、編み物枕目をされている、方がいらっしゃいます。で、今ちょっと枕目は吉田カバンにつけてるので、これワークマンのカバンなんですけど、これリヒ・マハロさんの作品なんですね。で、わかるかな、本当に個性的なものを作られてて、ここもすごいしっかりした、なんだろう、モール編みですよね。で、こういったその T シャツのヤンとかも使われてるみたいなんですけど、あとお目目とかね、まあ既製品パーツもあるんですけれどもね、その非常に個性的で、かつまあ目立つ、で、いい意味で本当に一点ものですね、全部。多分ご本人も二度と同じものは作れないと思います。で、今リヒ・マハロさんの作品、今手元にこれだけなんですけれども、枕目とかノーマルなやつもあるんで、ちょっとギョッとされた方は、ノーマルな枕目の作品とか、こういったやつって可愛いと思うんで、スクールバッグとか学生さんにね、決して高いものではないんで、僕が買ったの600円とか800円とかだったと思うんですよね。で、おすすめします。で、次の方、はい、10人十色の私さん、はい、10人十色の私さんは、レジンをされています。でね、その今ヘアクリップしかないんですけど、わかりますか？これ横から見たらわかるんですけど、綺麗に層を重ねて、で、バリもな、間に何もないんですよね。で、これはこうキラキラを入れたりね、技術がいることです。この猫ちゃんついてることでちょっとつもりちさとっぽい部分もあって、このピンク色は僕が使ってて、ブルーかな、ブルーは僕の奥さんが使ってるんですけれども、可愛いと思います。あ、そうだ、これイチゴなんでね、ちょっとヘタが、グラでかかってたりね、こういう本当に細かい作業を、丁寧にされる方ですね。意外とレジンってこう本当に触らないと良さってわからないんで、それは全ての手作り品に言えることだと思うんですけれども、おすすめします。で、次にも、次もレジンの作家さんでも作家さんなんですけど、ポツポツショップさんで、ごめんなさい、僕ねちょっと英語の綴り間違えちゃったんですけど、POSTSU って書いてポツポツと読むみたいですね。で、僕が買ったのは、僕絵を描いてるので絵の具、実は僕はブルーじゃなくて赤の顔彩を使ってるんですけど、後で福井、安典さんっていう日本画家をご紹介しますけれども、福井さんも顔彩を使って描かれています。で、
これは絵の具のものなんですけど、これ発想いいでしょう。この着眼点とかね、非常に面白いと思います。で、今僕この人たちに出会ったのは、4番目、クリエイトアスマイル、笑顔の創造ですね。実際、店長さんは女性の方で、いつもニコニコされてて、おおらかな方です。なかなかいい品揃えなんで、大阪の東大阪にあるので、もし興味のある方は、ホームページを覗いて、ネットショップでも買えますし、僕みたいに現物派の方はお店に行って、触ってみてください。で、5番目、ハンプス&カンパニーさん。これいきなりちょっと変わるんですけど、ハンプス&カンパニーさんは、プロです。プロで、カバンの自作、自分のブランドも持ってらっしゃるし、これコンビニバッグっていう作品なんですけど、ハリスツイードでね、本物ですよ。で、内張りもしていて、で、これちょうどいいんですよね。で、ハンプス&カンパニーの秋山さん、社長ですね、社長で職人さんもお揃いの鹿をつけているっていう。秋山さんにおじさん同士でお揃いですねって言われたんですけど、心はまだ僕10代ですから、6番目、福井康則さん。あまり多分、福井さんの性格上、先生と呼ばれたくない方だと思うんです。で、僕、たまたま偶然奈良のギャラリーでお会いして、で、画風がね、すごく可愛いですよね。で、僕はリスの作品が気に入ってたんですけど、ああいうのってだんだん欲しくなるんですよね、後からね。で、福井さんもそういうことも書かれてるんですけど、専業画家として20年、だいたい美大の先生も美大で教えて、個展をされたりするので、専業とは言えないですよね。兼業画家ですよね。で、福井さんは30歳で、デザイン会社から独立されて、で、輪食の精神、本当製品を心がけられて、月8万なり5万なりで生活をやりくりして、お家も買って、お嬢さんを成人させて、本当にご立派な方だと思います。で、福井さんの専業画家が増えてほしいっていう願いが込められた本なんです、簡単に言うと。で、もっと言うと、話が長くなっちゃうんですけど、僕、医療コンサルタントと、僕はちょっと大変、環境的に僕のことをご存知な方は結構苦労人です。自分で言うのはあれですけど。それで、生活保護みたいな制度で、国公立だったらただで行けるんですよね。その代わり、賢くないといけないですよ。だから僕、賢いんです。で、国公立の農学部を出て、ちょうど就職氷河期時代でした。で、研究職なんていらない。ちょうど蓮舫さんが損切りをしてた時ですね。仕分けって言って、研究員なんて日本はいらないって言って、結局日本の技術はみんな中国に行っちゃったんですけど、まあそれは置いといて、僕は大変ちょっとお金に苦労しました。っていうのは、傷病者の両親2人、無精算者ですね、の両親を2人で、2人を抱え、自分も生きていかなきゃいけない。で、彼女当時いたんで、彼女は結婚を望んでいたんですけど、
お金も貯めなきゃいけない。で、だから全てのノウハウが福井さんの、まあ、成功本っていうのは大体そうなんですけど、経営学とか哲学とか、経済学っていうのはそうなんですけど、福井さんのメソッドを真似したところで、この読者の皆さんが成功するとは僕は思いません、全く。ただ一つの福井さんの人生の、履歴書として非常に面白いんですよね。例えばその日本画の、材料を見に行ったら高かったので、公園で砂とかガラスを集めて二皮でひっつけて、それを、まあ、先生もよしとしたとかね、筆は100均でいいんだとかね、僕も100均の、4色の絵の具と筆で、油彩をやってますけど、また作品もあげますけど、描けちゃうんですよ。でそれって別に腕がいい悪いじゃなくて、やろうとするかしないかの話なんで、で、そういう意味では、福井さんのその人生哲学、あと、教育大学を出てらっしゃるので、多分いろんな方に教えたいっていう気持ちが非常にあるんだと思います。で本も読みやすいですしね。だから作風も本当に馴染みやすい、馴染みやすいっていうのはまるで毒がないみたいですけど、最近描かれたアイスクリームの絵なんてかなり面白いですからね、ですからぜひ、僕は福井さんよりも年下なんですけど、本当にいい活動をされてるなと思います。僕もね、小学生に道端で理科を教えたり、一応農学部出てるんでね、してたんですけど、やっぱり人に教えることによって教わることもあるんで、クイさんはこれを通して、自分がやってきたこととそれからフィードバックしていようとされてるのかなって僕は思います。はい、最後になりますが、僕の一つ宝物をご紹介します。これはクリエイトアスマイルさんで買ったものなんですけれども、ちょっと作家名は伏せます。ちょっとオーダー品なんで。で、僕年中ストール巻いてるんです。理由は分かるかな、僕ちょっと白い人が入っててね、全然見えないかもしれないんですけど、だから目は濃い緑色なんですよね。僕とお付き合いした女性はそれに気づくみたいなんですけど、知りたかったらカラコンなんて入れないで僕のとこに来てください。で、ストール止めるのにこうやってね、全然男性でもいけるでしょう。一瞬すごい可愛らしいデザインなんですけど、これよく見てください。プラバンとか、アシンメトリーなデザインとか、いろんなこうなんだろうな、努力、多少バリが残ってるんですけど、そういうものも全部鑑みて、これ本当に秀作だと思います。もうだから僕はこれ宝物で、これを作ってくれた人に、もう一度お会いして、直接お会いして、またもう一作作っていただこうかなと思ってますね。怖いよね、僕がこんなこと言うとね。でこんなに話が長くなったので、僕はどんな絵を描いてるかっていうと、こういう絵を描いてます。これはなんかね、ベートーベンを描いてくれって言われたから、犬のベートーベンを描いたんですよ。で僕はめったに青を使わないんですけど、青だけでこう奥行きを表現しようと思って、
まあ、これはよくやる、皆さんやるようなことですけどね。ただこれ以上お話ししません。はい、では15分も喋ったのでこれで終わります。先ほど今紹介した皆さんの、ホームページなり、リンク先は、出だしの、紹介のものを、画面のハードコピー取って、打ち込んで自分で言ってください。はい、それじゃあ失礼します。